この話は僕の担任だった歴史の先生の友人の話です。面識はないものの怖い話だったので載せます。もちろん実話です。体験した友人を仮に A さんとしておきます。 A さんは京都の女子大に通う女子大生です。ダンス部に所属していて、夏のダンスのコンクールに向けてダンスチームのメンバーである数人の友人と朝から晩まで猛練習していました。明るいうちは大学の体育館で練習するのですが、夜は公園で練習します。夜の練習が終わり、帰る時間はいつも深夜の1時、2時でした。 A さんはバイクで帰るのですが、公園から家への一番近い帰り道は細くて、暗い抜け道のような道路なのです。時間も時間だし、遠回りして通行量の多い道を選んで帰ってました。でも深夜なので多いと言ってもそれほどなのですが、片側2車線の道路、その広い道路のとある信号によく引っかかります。交差点の横にはファミリーがあります。よく引っかかりやすい信号とかありますよね。そんな感じです。別に気にもしていませんでした。そしてある日、夜の練習が終わっていつものように遠回りして広い道路、よく引っかかる信号のある道路を通って帰りました。その日もやっぱりファマの信号に引っかかりました。今日も帰りは夜中です。その時自分の横に車が来ました。並んで信号待ちをする形になります。すると横の車の窓がスルスルっと下がって、中からおじさんが顔を覗かせました。夜だし少し A さんは身構えます。ああすいません、道をお尋ねしたいのですが。話し方やおじさんの態度から悪い人でもなけりゃ893のようでもありませんでした。すみませんが、〇〇病院はどこでしょうか。〇〇病院はその信号から500メーターぐらいのところにありました。ですがこんな時間に道を案内して犯罪に巻き込まれたくはないものです。車の中に重症患者のような人影もありません。ちょっと怪しいかも。 A さんはとっさにそう判断して、ごめんなさいわからないですと嘘をつきました。ああそうですか、ありがとうございました。スルスルと窓が上がり信号が青になり、車は発進していきました。 A さんも出発して家に帰ります。その日はただそれだけでした。また次の日、また公園で夜中まで練習です。帰りはもちろん遠回りで広い道路、そしてまた今日もファーマーの信号機に引っかかり信号待ち。早く青にならんかな、ほんま相性悪いわ。そんなことを考えているとまた A さんの横に車が、すると昨日と同じあの車なんです。また窓が開き、おじさんが、すいませんが〇〇病院はどこでしょうか。ごめんなさいと叫んで逃げたそうです。そんなことがまた次の日も次の日も続きました。たまりかねたので暗くて細い道を次から通るようにしました。見通しも効かないし怖いけれど、変なおじさんに会うよりはマシです。そしておじさんのことなど忘れていた頃、またあの広い道路を使いました。やはりファミの信号で止まります。そしてまたあの車が、 A さんは怖くなって信号を無視して逃げました。その次の日、この謎の車とおじさんのことをダンスチームの友人たちに相談しました。みんなワーキャー言って怖がるのですが、一人だけすごく顔色の悪くなった友人がいました。本当に真っ青だったらしいです。確かに怖いと思うけどさ、そんなに真っ青になるほど怖いかと友人が茶化して言うのですが、尋常ではないほど怖がっていました。そういえばその真っ青な子は三間の裏のマンションに住んでいます。何か知っているのでは。聞くと真っ青の子は言いました。
ファミの横に信号機なんかないよ。